お久しぶりです。一条紗友子です。皆様お元気でしたでしょうか。私も、今回6回目で、ガムヨンフェスに出演させていただくことが無事決まりました。よかったです。ちょっとやっぱコロナ禍だったので、そもそもちょっとどれぐらい外に出れるかとかまだわからない状態だったんですけど、無事私の方も出演できるようになってよかったなと思っております。こちらですね、24日に配信で歌わせていただきますので、ぜひぜひしばらくご無沙汰のお客様も皆様見ていただければと思います。それでは今後とも何卒一条紗友子の方よろしくお願いいたします。ではよろしくお願いします。どうも、のどかでーす。2月26日ガモヨンフェス出演させていただきます。9時20分からのどかは歌います。これはおさやちゃんがやってたインスタのあれっぽくやってみました。顔くり抜いてるだけやけど、みんなで一緒に楽しみたい。楽しもう。どうも皆さんこんにちは、山本新太でございます。今年もですねガモヨンフェス、出演させていただくことになりました。このコロナ禍でなかなかね演奏する、機会も減ってる中、このような、機会を設けていただきまして本当に、感謝でございます。こんな状況で、2020年、去年はですねいろんな思いがあって、新しい曲も、たくさん生まれました。今年のですねガモヨンフェスはそんな、この状況だからできた、新しい曲、そしてですね今まで歌ってきた曲、そのあたり、織り交ぜてですね、山本新太色を、出してイベントも盛り上げれるように、頑張っていきたいなと思いますので、どうぞ、よろしくお願いします。僕の、出演日は 2月の25日、20時40分から、となっておりますので、ぜひ、ご視聴くださいませ。あとねイベント応援ということでグッズの販売や、あと、投げ銭の方もございますので、当日楽しんでいただきましてそちらの、応援ご支援の方もどうぞよろしくお願いします。それでは、皆さん、ガモヨンフェス、楽しんでいきましょう。山本新太でした。森本正則バンドです。バンド言うてめちゃめちゃ今一人で撮ってるんですけど、はい、今年もガモヨンフェス出れます。おっしゃ、呼んでくれてありがとうございます。今年のガモヨンフェスは無観客配信での開催ということで、お家で安全に楽しく見れると思うので絶対絶対見逃さないようにしてください。森本バンドは最終日28日のお昼2時5分から、サポートメンバーを連れて出ます。でかい音を出します。ロックンロールします。なんで一緒に楽しみましょう。以上、森本正則バンドでした。ガモヨンフェス2021。はい、幸せになれない女の曲を歌っております、黒猫のみゆと申します。ガモヨンフェス2021年に、初めて出演することが決まりました。私は、2月24日の3日目に出させてもらうことが決まっております。去年は、PA の方で音響の方で携わらせていただきまして、今年はおさやさんからラブコールをいただいて出ることができました。微力ながらガモヨンフェスを盛り上げたいと思います。皆様よろしくお願いします。こんにちは、こんばんは、あかりあきえです。ガモヨンフェスは初めて出させていただきます。初めてが皆さんと会える正規のイベントではないことがちょっと寂しいなと思うんですけれども、配信でも精一杯熱量を届けられるように、そしてこのイベントの活性化というか、そうだな、盛り上げに私も貢献できたらなと思っているので、28日の14時55分から歌わせていただきます。唯一かなオケのシンガーなんですけれども、たくさん元気を届けられたらなと思いますので、ぜひご視聴ください。そしてこのイベントガモヨンフェス、皆さんタグつけてつぶやいていっぱいいっぱい広めてもらえたら嬉しいなと思ってます。なのでガモヨンフェス2021楽しんでいきましょう。